翔平です。川上選手はですね、この鉄棒を得意としていますので、はい、多くの技を入れてきます。まあ、そこをねしっかりと決めてくれば、いい高い点数が期待できるんじゃないのかなと思います。はい、谷川の得点 13.700。追いかけるセントラル。さあ続いて徳洲会体操クラブ川上、初めの方にですねカッシーナ、そして最後にはイエガーとねいう技を、他の選手があんまりやってないような技もいますので見てみたいと思います。ドラハーフ、この後ですねカッシーナです。高さがありますね。余裕がありました。コールマン2つ、シッカルダ・ジバルコ、この辺りのねさばき方も非常に素晴らしいです。ひねり、ここもね他の選手が真似できないような変わり方ですね。はい、家が遅れている。最後の鬼に向かいます。うん、きっちり決めてきました。素晴らしい実施でしたね。はい、大技をすべて余裕を持って成功させています。そういうところでね一つ一つ成功させていくっていうのが、おそらくこう選手の力になっていきますので、本当にこう今後の期待を持てる選手ですね。はい、